アーセナルに今一番必要な選手は。ああ、でもトーマスと一緒に中盤組める選手が欲しいですね、強度の高い。やっぱビエラ、ベルナード、ジューベルト・シューバーの時代が強すぎるから、もう中央これ開けれねえな、みたいな。カバーリング範囲めちゃくちゃ広いし、自分でも運べるし、みたいな。あ、でもそれこそ遠藤航とかめっちゃいいと思いますよ。トーマス、遠藤航むちゃくちゃ強いじゃん。うん。あ、遠藤航本当にいいっすね。あとアワールとか。でもアワールだとちょっと繊細な感じになって、トーマスがいない時にダブルボランチの相方によっては厳しいから。あ、本当遠藤航はマジで、めちゃくちゃいい選手だよ、今。